皆さんこんにちは、こじこじです。今月も毎月恒例ハードオフで買ってきたものを紹介します。今月は PC 関連メインということでね、ちょっとだけね奮発して PC 関係のパーツを購入してきました。ただね PC 関係のパーツね、あの単価が高いので3点だけとなっています。その他にねファミコンソフトを5点ほど購入したのでね、まず安いねファミコンソフトから紹介したいと思います。まず最初はこちら、ちびまる子ちゃんということでね、はい、価格は108円でした。ここにねちょっと落書きがあるんですけども、ちびまる子ちゃん初めて見たのでね、まあ買ってきました。ちびまる子ちゃんというとね、子供の頃日曜日の夕方6時からね見ていた記憶があるんですけども、全くねどんなゲームかね想像がつきません。女の子向けということでアクションではないのかなという感じはします。でウキウキショッピングということでね、まあ、スゴロクとかボードゲーム系のねゲームなんじゃないかと僕は思っています。結構これ楽しみだったりします。続いてこちら、ワンパクダック夢冒険ということで、価格が108円、藤村さんのソフトです。藤村さんありがとうございます。僕の元にねワンパクダックやってきました。でこのねワンパクダックって何なんだよっていうね、ドナルドダックじゃないのみたいな感じがします。でこの文字の色に注目。なんかねインディ・ジョーンズっぽいね文字の色なんですよね。でこのワンパクダックもねちょっとメガネかけていたりハットつけてたりね、あのインディ・ジョーンズを意識してる的な感じなんですよね。で一応ディズニーのねソフトなので、まあドナルドダックの親戚かなんかなんですよね。でカプコンがソフトを作ってるということでね、ロックマンみたいな硬派なねアクションを期待しています。はい、続いてこちら、キテレツ大百科、はい、108円で購入しました。こちらもね藤村さんのソフトなんですよ。ただ村がね漢字になってるんですよ。藤村さんもね成長したんだなというねハードオフでこんなね成長が伝わってくるとは思ってもみませんでした。キテレツ大百科もね、あの子供の頃日曜日の夜の7時からね見てました。その後日曜名作劇場を見てからの暴れん坊将軍ですよね。懐かしい。キテレツ大百科はなんかあのファミコン版のドラえもんと同じぐらい難易度が高いゲームだと聞いています。なのでね非常に楽しみです。続いてこちら、マジカルタルルートくん、価格は同じく108円。マジカルタルルートくんもね日曜日の朝子供の頃ねなんとなく見てたなって記憶があります。内容はあんまりわからないんですけども、ただねゲームはなんかタルルートくんがねたこ焼きを集めるゲームでアクションなイメージがあります。これもかなり楽しみです。はい、で最後のファミコンソフトです。こちらワギャンランド2ということでね、108円で購入してきました。ワギャンランド僕子供の頃ねすごい好きで、絵合わせとかしりとりとか、うん、あのね絵が同じに見えても何種類かね言葉の意味があってね、その絵この意味になんないだろうみたいなねやつもあった気がするんですよね。なのでおっかなびっくりしながらね絵合わせとかしりとりしてた気がします。で僕すでにワギャンランド1かな2かなも持っていまして、よく覚えてなかったので、まあ、108円ということでね購入してきました。最悪ダブってコレクションでもいいかなといった感じです。それではいよいよ PC 関連を紹介していきます。 PC 関連もね安いものから順番に紹介していきます。まずはこちら、はい、 A 店の KVM スイッチ、はい、価格が864円ということでね、少しね高めだなと思って購入してまいりました。皆さん A 店ってご存知ですか？あの多分 IT 系のハードウェア系に詳しい人ならね知っていると思うんですけども、 KVM スイッチとかスイッチ系をね作っている会社でね、結構ね高級なメーカーだったりします。これも多分1万ちょいとか2万近くするんじゃないかなと思います。で2個切り替えのねスイッチなんですよね。で VGA 入力出力が2ポート USB ポートと PS2 端子が入ってる感じです。ただねケーブルがないのでね動作確認ができない。
ケーブル作ろうかなとかね、考えているんですけども、今後ちゃんとね使えるようにどうにかしたいと思います。続いて PC 関連2つ目はこちら、音響のサウンドボードですね。 PCI-200LTD ということで、はい、価格が1080円で購入しました。かなりいっぱいコンデンサー乗っててね、高級感が伝わってきます。こちらもインターネットで調べたら、なんか元値がね結構高くてびっくりした感じです。それが1080円かみたいな感じです。で、僕アンプとか作ったりするんですけども、結構いいコンデンサー乗ってるんですよね。全部 TK と書いてあるね、東進工業さん、かなりねいいコンデンサーが乗っています。で、ここにはね銅板がついてますし、なんでこんなに安いのかなと個人的に思ったんですけども、はい、このねスロットが PCI のねボードなんですよね。確かハズエルかスカイレイクあたりからね、 PCI がネイティブ対応してなくて、 PCI スロットがねついてないマザードボードもね今結構多いので、 PCI のボードって今売れないのかなって、そんな感じがします。なので1080円、でもね、僕みたいにあえてね中古とかジャンクで PCI のカード買うから、 PCI のねスロットがついてるマザー使ってる人もいるので、そういった人にはね非常にね嬉しい価格、嬉しいボードだと思います。これ後日ね動作確認したいと思います。はい、そして最後の PC 関係ですね。これはね春休み特別企画につなげたくてね、ちょっと奮発してね買ってきました。こちらマザーボードですね。はい、久しぶりにマザー買っちゃいました。はい、アスロックの H67M ということで、価格見えるかな、白飛びしちゃってる感じする。2160円で購入してきました。こちらのマザーボード、インテルコア i シリーズのね第2第3世代対応 LGA1155 のね CPU に対応したマザーボードです。インテルコア i シリーズでいうと2000番台とか3000番台のね CPU に対応しています。まあ僕はお金がないのでね、セレロンの CPU をちょっとなんかオークションとか安く買って載せて、で電源は以前ねジャンクで買って修理をした500円の電源をつけて、でグラフィックボードもね GTX450 以前ね500円で買ったので、それを搭載して、のお正月に買ったね福袋に入った 1TB のハードディスクも搭載して、 OS は Linux、 Ubuntu とか CentOS を入れて、Wine というね Windows 環境をあえて Linux で Windows 環境を構築してね、いろいろ遊びたいなと思っています。なのでね、春休みこれからね期待してください。ちょっとね PC 組んで Linux で Windows 環境を構築したりとかね、なんかねかなり僕の中で夢が広がリングしてるんですけども、やっていきたいなと思っています。ということで今月もねハードオフ行ってきたんですけども、今回なんかパソコン関係のものが結構ねジャンクの箱に入っていて、いいものを買えた感じがします。特にねこのサウンドボードはかなり当たりなんじゃないかなと思います。まあ動作確認してね使えなかったらどうしようもないんですけども、使えればねかなり当たりです。でマザーボードもね、まあ結構遊べるんじゃないかなとは思っています。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白かった方、僕に興味を持ってくださった方、上にねチャンネル登録ボタンがあるので、チャンネル登録していただけるとモチベーションの方上がります。またこちらとこちらに関連動画があるので、よろしければ見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。